アンナ・ノルドランデルアンナ・ノルドランデルは、スウェーデンの女性画家である。肖像画や風俗画で知られる。ベステルボッテン県のシェレフテオに生まれた。父親は、教区牧師でシェレフテオで育った。美術に興味を持ち、当時、女性は、家庭の仕事をすることが通常であったが、画家を目指し23歳の1866年に、スウェーデン王立美術院に入学が許された。 二年間、王立美術院で学んだ後も、ベルギーのブリュッセルで、ジャン・フランソワ・ポルテールの下で学び、パリのアカデミー・ジュリアンでも学んだ。肖像画や風俗画を描き、特筆されることは、サーミ人の生活を描いた、最初の画家の一人となったことである。ノルドランデルの作品は、スウェーデン国立美術館などに収められている。特別に評価されてこなかった画家であるが20世紀の、 後半に女性画家のパイオニアとして再評価された。1995年にセレフテオニアンナノルドランデル美術館が設立された。ありがとうございます。